加藤健清氏は、岐阜県出身の彫刻家、洋画家。本名、加藤鬼頭太志。長年にわたり日展審査員を務めたほか、後進の指導育成に尽くした。1894年12月19日、岐阜県に生まれる。生後間もなく北海道深川市に転居し、上川中学校を卒業後、旭川市で代用教員を務めた後に上京して、 上智大学哲学科に入学。中原定次郎の彫刻に出会ったことをきっかけに、1915年、東京美術学校彫刻科入学、在学中は、高村幸運、白井雄山に指示。1923年、同校研究科を卒業し、西洋画科本科に、再入学、藤島武次、長原光太郎に指示し、油絵を学んだ。 1928年東京美術学校油絵科卒業在学中の1921年に静寂が第3回定点入選その後1928年より3連連続で定点特選受賞となり第9回女人像卒業後の第10回群像第11回立像がそれぞれ受賞している1931年より 定点審査委員。この間、奈良で、上大彫刻の研究を行う。1932年より、北海道庁食卓を務める。1933年より、東京美術学校講師嘱九1934年、日本彫刻家協会創立、同会会長就任。翌1935年より、 北海道町千島調査委員移植となり、南北千島列島、カラフト島佐に赴く。むく。1936年より、文部省美術展覧会審査委員移植。1938年、北海道第二拓殖計画委員を移植。1942年、海軍省食卓アリューシャン方面戦線最高顧問及び、キスカ島施設監督官を兼任。 1946年、東京芸術大学講師を務める。同年、日本彫刻家連名委員長、東京都都市委員会委員委職に就任。1950年、日展三次に就任。1952年、前年1951年度出品作、人間が第8回日本芸術委員賞受賞。1954年より投資。 イタリアのローマではギリシャ古典彫刻。フランスのパリでは近代美術。ドイツのミュンヘンではアドルフ・ヒルデブラント及びハンス・マレーヌ。スウェーデン、デンマーク、ノルウェーでは北欧新古典彫刻を研究した。翌1955年にはフィンランド、ラップランドなど北極圏を旅行。同年、ローマにおいて日本及びイタリアの美術協会会長となる。また同年、 奈良において再度アスカ仏像彫刻及び中国古代彫刻の研究を行う。1960年、日本都市建設協会技術委員。翌1961年には東京都都市美協会場を無理事に就任。1962年2月、日本芸術委員会員に任命された。1964年1月には日本放送協会美術顧問職宅。 1965年より、日展上人理事。1966年6月、日本調査会会長就任。同年11月11日、自宅アトリエ2階より誤って、転落。搬送先神奈川県藤沢市の外科病院にて死去。去年71。ありがとうございます。